もヘミちゃんです。今回はこちら、以前制作した5等分の花嫁のみくちゃんをイメチェンして遊んでみようと思います。このままでもすごく可愛いけど、着せ替えしても可愛いと思うので、ガラッとイメチェンさせたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、ということで、ヘッド以外の目と髪型とお洋服を描いてみようと思います。まずはこちらの目を描いてみます。こんな感じです。可愛い、なんか外人っぽい感じになりました。次はウィッグを変えます。はい、ウィッグはこちらのロングのウィッグにしようと思います。ちょっと明るいピンクかぶせてみます。こんな感じです。かぶせただけだとしっくりこないので、ここから可愛くなるようにセットしていきます。ヘアスタイルはこんな感じにしたいと思います。はい、それではアイロンでストレートにしていきます。前髪からカットしていきます。こんな感じで前髪をすいて横髪を切りました。そしたら横髪を内側にカールさせます。こんな感じです。そしたらこの辺の一箇所を外ハネにします。こんな感じです。次はもう少し長めの横髪を切っていきます。の形はこれにします。この毛束感は水のりを使ってて、のりを指につけて水をちょっとだけつけて薄めて髪の毛になじませて毛束を作ってます。そしたら後ろの髪の毛もセットしていきます。隠しロングウェーブにしてみました。この辺は肉感を出してます。後ろはここに三つ編みをつけてこんな感じになってます。最後にお洋服はこちら、しずくたんのゴスロリ衣装を着せてみようと思います。はい、ということでお洋服を着せ替えたのでお披露目したいと思います。じゃーん、ね、めっちゃ可愛いんだけど。髪の毛のツンツンした感じとゴスロリがさ、ビジュアル系バンドにそうな感じになった。目も明るくなってるから、それもなんか両目出てても可愛さそう。ということで今回はみくちゃんをイメチェンしてみました。楽しかったので他のキャラでも試してみたいです。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイビー。